岩田パツの縦の速さはね、はい、ワンタッチ小池中にレオセアラ、庄司がつきます、後ろからシュート、決まりました、最後はエウベル、いやエウベルの先制ゴールです。素晴らしいシュートですね。左ポストのギリギリのところは当たって入りました。まあ、これクロスじゃなくて本当にパスですよね。ここで溜めてこのエウベル選手の上がりま。本当にこの辺は流動的にプレーしますね。そして今5番のサイドバックティーラトンですからね、左サイドバック、はい、レオセアラシュート、うわ、運んだパンチング、ナイスキーパーですね。これ斜めダイアグナルにシュート狙ってましたけど、あれシンプルに使ってもよかったですけどね、松岡を。レオセアラ、権田が触っています。F マリノスの方はワンプレーワンプレー終わっても止まらないんですよね。やっぱり彼らはずっとこうリズム大事にするんで、ずっと攻撃し続ける。そうですね、はい、サイズはそれほど大きくないんですけども、ね、はい、大きさもプレー見てると感じますし、はい、まあ、相手からするとおそらく怖い選手だろうなというのは感じますよね、はい、レオセアラが浮かせた、一瞬の隙を突きました。 F マリノス今日先発復帰のレオセアラ、少しもったいなかったですね、大分は、はい、ただよく狙ってましたし、この抜け出したとも冷静でしたね、うん、ちょうど簡単なゴールじゃないですけどもね、はい、うん、ちょうどこう上を狙いやすいところでゴールキーパーを誘い出して、最後冷静に技術高いですね、やはり。岩田は先ほどいいパスを出しました、まあ、これもレオセアラが狙ったんですが、今度は大木原が抜けてきました。前田大然折り返してレオセアラ、大木原のパスで崩しました。前田大然今日1ゴール1アシスト、フィニッシュ、レオセアラ3対1です。素晴らしいパスが2つつながりましたね、うん、この瞬間ですね、間に通っていた前田に、まあ、絶妙の強度のパスですよね。この前田のパスもしっかりと相手が触れないギリギリのパスを通して、とこの2本のパス素晴らしかったですね。おそらくまたですかね、うん、おそらくまた狙ったんでしょうね、これ、はい、冷静ですね。そうですね、おそらく狙ったと思いますね。下がって大木原がこうカバー、左いっぱいに和田上がりました。和田の中に入れたボール、うまくチャンス、レオセアラシュート、強烈、ソビック、強いシュートでしたね。さあチャンス、大木原、マルコスジュニオール入れました、胸トラップ、レオセアラ、さらにレオセアラ先制、マリノスが25分に得点、レオセアラ前節2ゴール、これで2試合連続ゴール、ボールが吸い込まれました。左サイドに起点作りながら、ちょっと深いところですね、1個飛ばしたところに入れて、入れた時の後ろのサポートも早かったですね。こう入れて後ろ側から来たの誰ですかね。いや、ゴールキーパーも出てきてるんですけれども、怖がらずにしっかり頭でボールを当ててゴールの中にしっかりコントロールしましたね、はい、その前のポジションにマルコスジュニオールと、はい、天野を並べるような感じになるんじゃないですかね。あ、水沼からレオセアラ、レオセアラ今日2点目、2対0、今水沼からのパスだと思いますが、レオセアラ決めた。駆け寄るその水沼です。いや、すごいシュートですね。素晴らしいシュートですね。 J1 出場300試合に花を添えるアシスト、そしてレオセアラのフィニッシュ。いや、パス交換の間に少し降りて
体の向き作ってコントロールした瞬間にもう右足振ってますから、このタイミングでまあシュート来ると思わなかったですが、スーブィックがほぼこう構えてないような状況で打たれましたから、セーブもできなかったですね。それぐらいこう止めてから、あれ本当に前の選手が嫌ですね。嫌ですよね。あそこまで追いかけてくるとね。チャンス取った、今レオセアラが渡してマルコスジュニオール、勝利をぐっと手繰り寄せる3点目、またも複数得点、それも3点3対0、好調レオセアラからマルコスジュニオールへ。価値のあるゴールですね。全体で前からプレッシャーに行って、まあ、これを奪い返してからのシュートですから、まあ、シュートのシーンはね、割と簡単なシュートかもしれないですけれども、そこまでの守備ですね、水沼、レオセアラ、最後はマルコス・ジュニオル、まあ、前からプレッシャーに行ってボールを奪って攻撃するっていう、まあ、そういうスタイルが前からのプレッシャーを植え付けるって本当難しいと思うんですよね、はい、なかなかやりたがらないですから、ええ、やっぱこうマリノスの選手、ブラジル人の選手やりますからね、ええ、レオセアラ決定機で決めた、ハットトリック、止まらないレオセアラ、2試合で5得点。いやこれも素晴らしいですね、相手のスローインをカットしたところからなんですけども、このボール受けてもう本当に無駄がないですね、パスと動き、マルコス・ジュニオルからレオセアラ、1対1のシーンもゴールキーパーのポジションをよく見て流し込みましたね、はい、よどみないプレーでしたね、全てに無駄がないですね。70分を過ぎています。サイドバック、いやちょうど今空いた渡辺です。おチャンス、レオセアラ、今度はインフロントのコントロールショット、これも上手いですね、わずかに入りはしませんでした、はい、狙いは面白い、このプレーの形でボール受けたんですけども、相手が左側から来たんで右側にコントロールして、右足で、ここもプレッシングが早い、トス裏返したいマリノス、綺麗に通して間、レオセアラだ、さあレオセアラ行った、レオセアラから前田大然、まさに一瞬の隙、波に乗る横浜 F マリノス、決めたのはウインガー前田大然です。縦とズバッと刺してマリノス先制、駆け引きして、まあ、このパスがやっぱ素晴らしかったと思いますし、キーパーからのでここの立ち位置で少しこうエドアルドからマークできないようなポジションを取る、でこう小泉がこのボールに対してアタック行くところでこうフリーな状態を作り出した、前田をフリーに使ったところ、こう自分でこう強引にシュート行くってところを持ちながらのこ う, うまくこう味方を使えるあたり、やっぱこう調子のいい選手はこういうところ見えてるんだなって思いますし、もうここもこう体重移動でパクイリュクが横にずれているので、